日本三重県東、紀州尾瀬市菅里町菅里町は、三重県尾瀬市の町名。尾瀬湾北部、塚都市湾に面した漁村であり、尾瀬市の飛び地である。尾瀬市街とは海を挟んで向かい合っている。1982年に、三重県道202号、塚里港、愛賀停車場線が開通するまで自動車で訪れる、ことが不可能であった。道路の開通により、 陸続きの紀北町との関係が深くなってきている。2012年9月29日にスカリ巡航船が廃止されると、大瀬市から紀北町へ生活圏を移す傾向が加速している。本港では同地域にかつて存在したスカリ村についても記す。大瀬市街地から見て北東に位置し、大瀬湾の北の入り口にあたる。南側が海に面しており二つの入り江を有するが、 西の入り江が、スカとシ漁港に指定されている。南向きの山地の山裾に線上に集落が、形成されている。北は、矢口浦、東は、島勝浦、西は、引本浦と接する。隣接地区はすべて、北室郡紀北町の大技である。朝日新聞社、森林文化協会が共催の選定事業、日本の里百選にも選ばれている。江戸時代には、 江戸大阪間を往来する海線の風町港として栄えた。明治時代には、桑名から赤菅線と呼ばれる日用品を積載した船が来航したため、塚都市から伊豆とも楽に生活ができた。町村製施工事は村民が単独村制を希望したものの、軍長が財政の不安定さから連合誇張役場を設置していた引本村との合併を説得して、 引元村の大ざとなった。しかし1897年2月に、スカ都市区会は地理的孤立と不便を理由に、引元村からの分離を議決し、同年5月29日に県からの許可を得て、同年6月1日からスカリ村として単独村制の道を歩み始めた。1915年、スカリ巡航船が運航を開始する。 1945年8月14日、アメリカ軍によって爆弾が投下される。1982年、県道開通により自動車での往来が可能となる。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1793年以降の人口の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。 国勢調査による世帯数の推移。スカリ小学校、スカト市中学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては、尾瀬市立、スカリ小学校、同、スカト市中学校が町内にあった。スカト市漁港は三重県尾瀬市にあり、同市が管理する第二種漁港。1951年7月28日に公安指定を受けた。 2006年の水揚げ量は279.2トンであった。遠隔1945年から当時のスカリ村が損衛線ため集築事業を実施して港湾施設を整備し、1951年に第二種旅行指定を受ける。しかし、1959年の伊勢湾台風の襲来で港は全開、翌年から復旧工事を行う。その後、 数回の改良工事が実施され、現在に至る、三重外湾漁業協同組合機州南市所、三木浦事業所、スカト市は、三重県大瀬市がり町にある漁業協同組合の出張所。かつては、スカト市漁業協同組合という独立した漁協であった。2007年度の組合員数は194人で、スカト市町民の約56%が加盟している。 初頭系菅里町では、小汗市本体とは異なった食文化を有する。郷土料理として、江戸時代からの伝統がある、黒おにぎりがある。黒おにぎりは、黒砂糖を使ったおにぎりであり、ほんのりとした甘みがある。共同作業の際に食べられた。菅里町では、黒おにぎり以外でも、甘めの味付けが主流である。公共の交通機関は、コミュニティバスだけであり、 鉄道や航路は通じていない。最寄り駅は、紀勢本線の愛賀駅である。2012年10月1日より、巡航線廃止に伴い、大汗市、触れ合いバス、スカリ線が、スカと市畜島勝まで1日を往復運行されている。島勝から三重交通の島勝線に接続し、大汗市街や紀北町、愛賀方面へ行くことができる。 大汗市街までのバス料金は950円。1便あたりの利用客は1人今日しかなく、大汗市政に負担を強いている。日曜運休。ふれあいバス級小学校前バス停林道が半島を回るように繋がっており、距離は長くなるがそちらから矢口方面へ出ることもできる。集落の上部から山を越えていく寺総峠は、現在集落の人間が使うことはほぼないが、 観光客の散策道として利用されることがある。巡航船以前は、テラスオ峠を越えて下ったところに、宮前の渡し船があった。主な道路三重県道202号、スカリ港、愛賀停車上線、スカリトンネル、スカリ巡航船は、尾瀬港とスカリ港を結ぶ航路及びその運営会社の名称。1日4便、尾瀬港とスカリ港を25分。 500円で結ぶ航路を運航していた。2012年9月末をもって廃止された。すかり巡航船キー産地の霊場と産経道が世界遺産に登録されたことを受け、旅行会社等に対して海の熊野古道として売り込み、団体利用に対しては運休日の運航にも対応するとしていた。巡航船の廃止により観光客の姿がほとんど見られなくなったという。巡航船の遠隔、 編集1915年、個人経営の定期船として運航を開始。その後、1995年からは、オアセシとスカリ町の共同出資による第三セクター方式になった。1998年度には、年間17,208人の利用があった。巡航船しか公共交通を持たない、スカリ町では、児童、生徒の通学や、高齢者の通院、 買い物などにはなくてはならない存在であり、2007年10月からは日曜日を運休して赤字を減らす取り組みを続けながら存続していた。以前より住民からバスへの転換要望が出されており、2012年1月に行われた住民投票で巡航船の廃止とコミュニティバスへの転換が決定し、9月29日をもって廃止された。最末期まで巡航船に使用されていた。 すがり丸は、1992年に、現在の紀北町で製造されたものであるが、2013年1月の、競売で、紀北町の業者の所有となり、さらに同社が、静岡県の業者に転売した。旧スカリ巡航船有限会社、編集スカリ会郵便局かつては町内に、スカトシ郵便局、スカリ会郵便局が存在していたが、 2016年10月3日から一時閉鎖となり、その後完全に廃業された。岡本有効物理学者。客中あくまでも休校扱いなので、小瀬市立小学校及び中学校設置条例上は廃校になっていない。しかし、小瀬市の公式文書に、元スカリ小学校と廃校をと明記しているものがあり、事実上廃校である。 2007年度の組合員数をスカリ町の2007年の人口で除して算出した。出店スカリ村に関するカテゴリー。ありがとうございます。